対戦相手で裸につかれました。相手のチームが結構特徴的な感じだな。バリコールは初めて見たかも。あとあいつはまあまあ見るよね。まあまあってかそんな見ないけど、真ん中のやつ名前出てこない、石炭山だ。あいつはまあたまに見るレベル。イロカロス結構ありかもな。難しいとこだけど、ロトムもまあまあか。まあまあありロトム。初手は微妙だけどね。石炭山が初手に来ると嫌なんだよな。エースバーンは、これエースバーン、ロトム、ミロカロスとかでいい気がするな。これいってみますか。はい。はい、対戦よろしくお願いします。さて誰から来るかな。ズルズケン、ああまあ悪くないです。威嚇がちょっと遠しいけど、あここトンボ狩りでもいいかもな。威嚇じゃない、地震過剰が、確かに地震過剰でしたねこいつ。飛び下げりかますか。トンボ狩りでもいいな。ここでエースバーンはまあまあ残しておきたいんで、ほら引いてきた。オッケーオッケー。誰だ、ミミッケ。あ、飛び下押さなくてよかった。ただ火炎ボールだったら押した方がよかった。はい、どうしよっかな。ロゾムでいけそうな気しない。もう悪巧み積んで試してみるか。間違えた、サンダー。悪巧みサンダーでいくわ。悪だけ見積んじゃっていい気がするんだけど、悪だけ見積んだら負けるとかある。ダイマックスとオボンがあるしいけるんじゃないか。悪だけ見でこっちの方が早い。ミミッキーを素早さ、これトリックルームか、そういうことね。ああこうなると確かにちょっと美味しくないな。10万ボルトで、まあ、ミロカロスが一応ストッパーになってくれると思うけどね。石炭山とかのはなってくれると思うけど、シャドウクロー、これ自体はそこまで。10万もこれミッキーはさすがに飛びますね。え、飛ばない、嘘。これめちゃめちゃ耐久振ってんのか相手。じゃあうちのロトムのパワーもちょっと低めなんだけどね。今回努力値にあの素早さと耐久というか HP に振ってるんですよ。だからちょっとねパワーが控えめなんだけど、でもミミッキーぐらいだったら落とせるかなと思ったけど、ミミッキーこのトリックルーム下でロトムより早く動いてるから素早さが遅いんですよね。だからその分耐久に振ってるのはあると思う普通。またトリックルームターンを消費できたと考えればそんなに悪くもないんだよな。石炭山はまあミロカロスがストッパーになってできるだろうし、石炭山だった場合は、バシャームの飛び膝蹴りも一貫してるんで、トリックルーム消えた後に無双できそうな感じはある。あ、こいつだ、こいつはまあいいよ。10万ボルトでいいかな。ダイマックスしてくんのかね。ロックブラスト、はい、2回とかだったら耐えたりしないかな。無理か。相手これもミロカロス突破できなくて詰むパターンじゃないか。え、なんかミロカロス突破する方法あんのかな相手。何かしらあるのかもしんないけど、ミロカロスちゃん簡単には負けませんよ。あと何ターンだ、トリックルーム。あと1ターンか。じゃあここを普通に熱湯からでいいね。2ターンあるんだったら自己再生で粘ってからがいいかなと思ったけど、硬いなミロカロス。こんなん余裕ですわ。2回ストップ、はい、で熱湯、蒸気機関とか発動するんですかね。うわ耐えてきた。もらい火かな。まあトリックルームで蒸気機関とかないか。これ熱湯でいいよな。ここで回復する必要ないっすよね。はい、ズルズキンはちょっと削ればもうエースバーンで倒せるので、ダイジェットとかないよな。で仮にあっても大丈夫か。ダイジェットダイナックルで攻撃上げまくられるのが嫌だけど、ここは削り優先でいいでしょう。変に自己再生とかしてダイナックルってガンガンコーヒーかけられても美味しくないんで、熱湯で
仮にダイナックルとかしてきたら次のターン黒い霧を押してもいいかもしれない、まあ、ちょっと予想外にトリックルームではめられたけど、イロカロスが頑張ってくれてんな。硬いな、ちょっと挑発、まあ、下から挑発される分には別にって感じですね。これ自己再生のターンに上からされたら嫌だけど、これでまあ自己再生しなかったらしなかったで普通にいけるからな。じゃあね、どれんだれ、あれ相手ダイマックスまだ残してるよね、なんでしてこないんだろう。なんかやりたい、剣舞とかして焼けたまあ2回殴ってかな、ドレインパンチ、あ、回復したいってこと。ダイマックスでの火力上昇とか耐久上昇よりかもドレインパンチの回復が欲しいってことか。まあ、言ってもこれ仮にですよ、仮に焼けてなくても別に普通にいけてると思うな、うちのミロカロス。結局最終的にあのエースバーが倒してくれればいいだけなんで普通にいけてそうな気がするわ。対戦ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームがこのような形でございます。これはいくか、馬車も馬車さんだなといいんじゃないかな、これ馬車さんだなといけるだろう多分。これでいきます。ここで勝てなかったらこのパーティー解散するわ。はい、はい、対戦よろしくお願いします。相手なんかダイナックルしてるシーンをトレーナーカードにしてるな。よろしくお願いします。ロトムから来た、はい、これは美味しくないですね。スカーフじゃないこと祈りながらトンボ狩りだな。トンボの削りはちょっと欲しいけどスカーフの可能性あるな。ナットにしときますか。はい、相手のジム結構ナットで刺さってるんでね、ここはナットでいい。ボルトチェンジか、トンボ返りやったな。まあしゃあない、トゲキス出してきたらどうしよっかな。トゲキスか、これ炎技かな。大バーンが嫌だよね。宿り木の種にしときますか。バルタケミとかあったらここオンチか、耐えろ。まあしゃあない、ここもロトムで勝つしかないぞ。いけるかな、ちょっと仕方ないな、初手の選択が甘かったわ。でここはダイマックスして、ダイマックスしなくていいや。バルタケミからですね、相手のダイジェットにはダイジェットに切り返しができるんで悪くないです。ドリューズとか来るともう終わりかねないけど、相手がロトムに引いてくるようであれば、もうあれだけ道な状態でガンガン殴っていけばいけるからな。一応今回のロトムはね、スバースをかなり伸ばしてるんですよ、臆病最速型だから相手のロトムより遅いことはない。引いてきた、オッケー、誰だ、ナットレイ、あ、ナットレイはこれいいぞ、むしろこれ割るだけに積みまくってさ全員ぶっ飛ばせんじゃん。あ、いけるぞこれ、宿り木の種とか鬱陶しいけど割るだけに積むわ。もう宿り木の種が鬱陶しいけど、鬱陶しいのは逆に言えばそれぐらい、割るだけに割るだけに割るだけにで3回積んで大ジェットでいい気がするな。はい、3回積む必要あるか、まあ、ここで押してくる技次第だけど、あとかわせかわせかわせ、まあさすがにそううまくは。オボンがあるから HP が多少減っても回復できるし、ここ最後の最後でサンダーが大無双して終わるパターンじゃないか。あれだけね、もう全員ワンパンするぐらいの勢いでいこう。はたきが嫌だな、ここジャイロ、オッケー、ジャイロはいい、それはそこまで。ああ、こういう時オボンがちょっと頼もしいね、多少 HP が減っても回復してくれるという安心感がある。相手もダイマックスしてくるのかな、ダイジェットで。ここでも殴るからこのターンに合わせてしてくるはあるかもしれないけど、サレートでも実は打ち負けるとかありますか。向こうから打点がないと思うんだよな、打点がないとは言ってもって感じか。まあ、我だけにこれ3回積んでますからね。
ダイマックスしてきたら耐えられちゃうかもしれないけど、その後で何回も耐えるってのは無理でしょ。やっぱ今回のスピンの音も結構強いよな。守る、まあこれ貫通できるんでとりあえずいいや。スラーサは上がりましたねこれで。あ、守ってもこんだけ入るか十分十分。次のターン相手守る使えないしね。仮にダイマックスしても大守るってできないよ多分。多分だけど、こうやって全員も殴って終わりじゃないかこんなの。ロトムがこれだけ未決としたの謎だけど相当強くなったよな。でお盆で回復するから相手が粘るっていうのも結構大変になりましたね。でここなんだけど大アークにします。ナットレイにも多分相当入るし、一応だけど飛行技読みでロトムに引いてきて時間稼ぎってのやってくるかもしれないんで、それがいいはず。あ、ダイマックスしてくるのか。まあまあでもこれあの特防ダウンまでさせられるから、まあとりあえずはよしとしよう。逆に言えばこれロトムで倒しきれないと負けなんだよな。ナットさえ倒せば10万押してるだけで勝てるからいいんだけど、ダイヤークは特防ダウンの効果もあるから。さあそんなもんだ。ああ、まあダメージ的には十分か。はい、ダイスチル、まあこれは半減だしここまで。ここはダイジェットかな。ダイサンダーってなんと飛びますか。時間稼ぎされるのが一番嫌なんだよね。このダイアーク読みで突撃室も嫌だし、10万にしとくとダイサンダー多分落ちるようなナットレイ、この HP だったら。まあでもダイジェットにしとくか。落ちなかったらそれ困るし、あそこダイボール、ここはダイボールだねそうだよな、ここはダイボールだ。そう、ここは別に何でもよかったんだ。特防が下がったから落ちそうな気がしたけど、このターンだよね。相手多分さ引いてくると思うんだよな。それぐらいしか相手チャンスなくないかなって、普通に考えて。これ10万押す勇気がちょっと微妙なとこだな。10万押すか。ロットムに引かれると本当にやばい。うわ、普通に突っ張ってきやがった。倒せ。あ、倒した、強なんで10万でよかったのか。あ、じゃあもうこれ10万押してたら勝ちじゃん。相手のロトムが最速スカーフでない限りこっちの方が先に動けるから、まあいけそうですね。最速スカーフロトムってのもまあありえなくはないけど、ロトムね、まあ、仮に相手が最速スカーフだとしてもそれ同速対決なんで、まあ大丈夫でしょう。10万ボルト、おい、強い強いぞ。ワルダクミスピンロトム、やっぱダイジェットって技とワルダクミのこのシナジーだよね。まあ、トゲケースと違うのは電気技を使えることと悪の波動で、まあ、ダイアークで相手の特防ダウンも狙えること的な、一応差別化点は10万ボルトで勝ちと。はい、対戦ありがとうございました。いや綺麗に決まったな。